えいえい、えまえで、テントです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況続きをやっていきたいと思います。はいほい、はい、前回はね、冒険手帳ポンとこの、写し絵の記憶カメラ機能を開放してもらって、うん、12箇所のゼルダ姫の記憶やね、うん、とリンクの記憶を取り戻すためにゼルダ姫の撮った写真とすり合わせていくと。ほい、で前回1枚撮れたので、うん、これ見れるかな。あ、これね、前見たムービー、1枚目のとこクリアできたんで、うんうん、まああと11枚あんねんけど、でその11枚を集めるにあたって、うん、この画家のおじさんがかなりキーパーソンになってくると、うんうん、この写真を見せた時にゼルダ姫の思い出の、うん、この場所もしかしてあそこちゃうかなみたいなヒントをくれはんの。あ、そうなんや、うん、だからちょっとこれ1枚目はクリアしたんやけど、ほいほい、うん、他の場所もちょっと教えてもらえるようになるので、うんうん、で大王星様の泉の写真が見たいと言ってはったんで、うん、ちょっと撮ってきたんで。あ、うん、神秘のベールに包まれた大王星の泉、一度はお目にかかりたいものだよ。ほいで写真は撮ってきたので、うん、見せてみたいと思います。はい、こちらポン。そうかそうか、見つけたか。あら、見つけた？お、本当かね。で、その場所の絵は、絵は持ってきてくれたかね。あ、しっかり喋ってきましたよ。ダダパシャリと。これが大王星の泉？美しいといえば美しいが、もっとこう神秘的で奥ゆかしい感じかと。じゃあね、かなり装飾してあるからね、金とか。確かに、うん、派手な人やからな、うん、しかしよく探してきてくれたな。あ、何かお礼をしたいところだが、あいにく持ち合わせもないし、うん、あ、そうだ、君、行きたい場所や探したい場所はないかね。私はハイラル中を旅してきたからな、気になる場所があるなら役に立てるかもしれんぞ。というわけで写真を見せるんですね。いいですね、うん、ゼルダ姫の撮ってた写真を。これなんかどうですか。これは大きな門とその奥に雪山。そうだ、あそこだ。この村からずっと東に行くと大きな雪山がある、ラネール山という山だ。そのラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西にその門があったはずだぞ。むっちゃこと細かく教えてくれるだろう。おー、カンギスさん、私の知ってる場所でよかった、少しはお役に立てたかね。ありがとうございます。いいね。メインチャレンジ妖精の泉探しコンプリート。というわけでですね、うん、あ、早速ちょっと1枚もう1枚行ってみようかなと、うんうんうん、東に行ったラネール山の、ネルドーラ雪原。あ、その辺か。うん、この辺やね。ということはここちゃうかな。ほんまこの辺ちょっとピン打ってみて、どっかから飛べるかな。ちょっと行ってみたいと思います、うん、この辺じゃない。あいた。ちょっと写真確認しようかな。うん、さっき言ってはった写真はこれかな。あ、はあ、はあ、うん、ここに行きたいと。ほう、うん、ちょっと目指していきたいと思う。で、あの写真見て、これかい。あ、うん、その左のページのね、あ、右かな。そう、あ、これ、それ見て、めっちゃ集合してるやん、これ。かわいい。なんか敵をさ、うん、登録できるみたいに言ってはった。はいはい、このハイラル図鑑でいろいろ自分だけの図鑑を作っていくことになるんですわ。ちょっとずつ集めてんやけどさ、うんうん、テントさんの頑張って集めてくれてんな。集めてんやけど、ここかい。そう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 、なんかこれどれって感じやん。そうだね、多分赤いやつやと思うねんけど、右のな、うん、めっちゃ仲良さそうや、プリクラみたいになってるやん、なんか。これあれやんな、そう、青ボコブリン、うん、黒ボコブリンと、うんうんうん、いろんな敵の写真を撮っていって図鑑にな、あ、図鑑を完成させていくと。うんうん、これちょっと紛らわしいけど、まあ可愛いからいいんじゃない。まあな、ちょっと気に入ってはいいねんけど、だいぶ可愛いな、あれ、みんな揃ってたな。この向こうかね、うん、行ってみよう。あの滝は、お、滝登りやっちゃう。庭の、うん、鎧で登れるんじゃないかい。ちょっと行ってみますよ、うん、次はリト族のバーメド、うん、あの鳥の巨大神獣がいんねんけど、
そこを開放したら、うんうん、リンクが大ジャンプできるようになるんで、ものすごくこういろんな場所に行けるようになるんですよ。そういうところで、うん、私、まあ、早めに回っておくといいかなと。うん、バルッタの次はバーメイドを目指していきたいと思いますよ。はい、これ便利よな。すごいな。あ、滝登り、リファー様が作ってくれたゾーラの鎧よね。金メダルや。アイス、はいよ。あった、あった、これやろう、このもん。すごいな。うん、どう、ラネール参道東口。あ、もう写真の通りじゃないなあ。うん、残ってたやんな。素晴らしい。え、びっくりした、あったー。これが思い出スポットですね。あー、いい感じやね。写真のまんま行っていきたいと思います。はい、はい。お、この曲いいよな。この曲いいな、うん、この場所どこかで。せや、で、どうだった姫さん、神の山での修行はよ。目覚めなかったんだ、封印の力。ごめんなさい。お姫様、頑張ったんだろ。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。 ありがとう、ウルボザ姫様。 うまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき何を思ってるんだろうって。そしたらそれは、あっ、あっ、姫さん、やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦う時に一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちのめせ。さあ、お姫様、あんたは安全なところへ。いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめてせめてみんなと一緒に。思い出したで。はい、うん、面白いムービーやったな、今の。もう物語が始まるとこやったね。なんか
鳥リーバル？あ、リーバル、うん、下打ちしてへんかった。そうやね、リーバルは、自分も戦士やからゆえに、はあ、リンクのことをそのゼルダ姫側近の騎士としてまだ認めてなかったんだ。あ、そうなんや、うん、というか、うん、100年前、ゼルダ様がここで修行をしたと、うん、で修行がうまいこといかんかったと、うんうんうん、その状態ですぐに厄災ガノンが復活してしまった。そうなんや、うん、それで全体的にそのチームワークが整ってなかったんだ。そうやな、うん、なんか誰もが誰もの力を信用しきれてなかったと、うんうん、でそれが100年前のあの厄災で、ガノンにやられてしまう要因になったのではないかというムービーでしたね、うんうん、面白いな今の、うん、そうなんで次は今テントが言ってたあの、うん、下打ちしてたリーバルのとこを、うんうん、神獣を解放していきたいと思うので。会いに行くんや。あー、そうやで、リーバルに会いに行くで。そこに向かっていきたいと思います、はい、リーバルはこっちの方やったかな。ピンは打っといたんやけど、うん、ここがあのリーバルの里。ほうほう、うん、リリトトかな。ほうほう、うん、こっから飛べそうやったんでいきますよ。はい。タバンタの塔。あー、ここ寒いやな。寒そう。寒そうやな。はいはい、あったかい服着といて。飛んでますね。おお。あれが神獣バーメドウですわ。ほほー。あー、赤く光ってる。確かに、ようこの辺うろうろしてた時なんか飛んでんな思ってて。いや、あれ結構怖いやろ。あれなんや。うん、ドローンみたいな飛んでんで。うん。でっか。ほいで、さっき見てたんがあそこかな。うんうんうん。あそこに、里があるんで、リト族の。うん、そこに向かってきたいと思います。はい。でもだいぶもうテントが大妖精様の泉で服強化してくれてるから、うん、戦闘に関してはもうだいぶいい感じなんじゃないかなと。危ない、武器あざす。今ちょっと危なかったな。フラグかと思ったわ。しっかりフラグ立ててた。な、危なかった、危ない。はい、ゲットして。離島の馬宿、このさ、うん、馬宿の曲さ、めっちゃ俺無印良品思い出すねんか。うん、離島族や。おー、どうも、はい、こんばんは。何かご用でしょうか。あなたは。私は離島族のギザンと申します。離島族。ええ、男は弓に、女は歌に秀でたリリトト湖に住む少数民族。あなたもハイリア人ならご存知かと思いましたが、まあせっかくここまで来られたんですから村に寄っていってくださいね。優しいな、うん、ギザン。ええやつやな、うん、ありがとう。ちょっと寄らせてもらいます。ちょっと怖いかと思ってた。うん、結構なプライドが高いんで、リーバルは。到着しましたね。おー、うん、縦長やね。そうやね、上に上に広がってる村やな。うーん、お、神獣バーメドウですね。なんで泣いてたやろな今。なあ、見てでーって感じちゃう、うん、うん、リトの村到着しました。ナズリん、こんな夜分に旅の人かい。もてなしたいところなんだけど、今はそれどころじゃねえ感じだよ。どうしたの。空の化け物見たかい。あれ、神獣バ・メドウっていうらしいぜ。
数日前に現れたんだが、偵察に行ったやつがその心中バーメドに撃たれちまってな。撃たれた。そうなんや。おう、大昔は村の守り神だったくせに、今は俺たちが飛び立つと撃ってくるってよ。へえ。へえ、怖。逆に言えば、やつに近づかなきゃ撃たれないってのが最近分かってな。つうわけで、用があるやつはみんなこの門から歩いて出入りしてるぜ。あ、まったく、翼のリト族が情けねえ話だぜ。他に質問ある？あ、なるほど。リト族で空が飛べんのに飛べへんと。うん、ここの村ではそのリト族が翼を広げて飛ぶことができないっていうのが問題らしいね。そうやんな、だって鳥やもんな、うん、そうそう。ほいでね、あの長老様がみたいなのがいると思うんで、うん、うん、その方にちょっとお話を伺いに行こうかなと。かわいいな。うん、かわいい、うん、作りがいいな。なあ、テントみたいな。なあ、うんうん。あ、防具屋さん、ちょっと気になるな、防具屋さんは。なにこれ、お髪型、雪よけの髪飾り、寒さガードついてんだよ。欲しいです。あ、高い、高め、リト族の羽毛服。うわー、かわいいやんこれ。欲しい。これは買えるな。でも、あ、すげえあったかいんや全部。いいな、すごい寒かってん最近。まあ、ちょっとお金貯まったら買いに来ようかなと。はい、寒さガード全部ついてるんで、これいいな。相当寒いとこ行けると思うよ、3箇所つけたら。そう、なんか場所によったらあったかいもん飲んでも意味がなくて、うん、言ってたな、うん、あったかい分武器担いでも厳しいとこってあるから。そうそうそう、逆もあってんけどな、あ、暑すぎて、そうそう、すごい燃えちゃうみたいな。かな、とまだ上やったかな。結構上に住んだはんやね。そうそうそう、長老様が。いいな、レゴみたいな。あ、やだ、でかっ。うーむ、すごいヒゲ。え、なんかみんなと見た目ちゃうくない？確かにフクロウみたいな感じだな。どうも、カーン。おや、客人ですかな。うん、ほほ、その腰につけたるわ、まさか。申し遅れました、私はリトの村の族長カーン。してその腰につけたるはシーカーストーンではござらんか。あ、その通りです、はい。おお、やはり。となるとあなたもリーバル様と同じく神獣バメドに乗り込める英傑のお一人。いや、英傑様は全員100年前にお亡くなりに。ということはシーカーストーン受け継ぎし末裔。あ、すいません、考え事を。英傑の末裔様、ご賞でございます。このジジイの話を聞いてくださらんか。あ、いいですよ、はい、伺いたかったんで。ありがとうございます。あなたを英傑の末裔と見込んで改めてお願いが。それは今まさに空を回遊する神獣バーメドを止めていただきたいのです。神獣を止めるには選ばれし英傑が、奴を内部から制御するしかない。村の者にこう説明したところ、気の流行った若者テバとハーツ、テバとハーツ、おー、いいな、あー V やねな、あー、メドウの偵察に行きました。その時メドウの攻撃を浴びてしまい、ハーツが負傷してしまったのです。あ、撃たれたんや、やっぱり。英傑の末裔様、お願いでございます。メドウの攻撃を免れたテバは怒りに任せてたった一人でメドウを撃たんとしております。あら、はは、は、相棒がやられたやな、うんうん。テバを探し出し、共に神獣バメドを止めてくださらんか。危険やな。なあ、メインチャレンジ、風の神獣バメド、過信。はいよ。うん。ちょっとね、そのハーツがやられて、うんうん。うん。テバの話を聞きたいんやけど、この方確か奥さんやったと思うんで。あ、そうなんや。松、うん、って言ってて。あ、ま、松、ま、江？ごめんなさい、族長との会話が聞こえてしまいました。ま、真横やからね、そら聞こえたやろうな、すいません。夫テバと共にあのメドウを退治していただけるとか、
しかし私が協力できることといえば夫の行き先をお教えするぐらいしか。あ、それぜひ教えてほしいです。あのテバさん探してるんで。わかりました。夫が向かったのはヘブラ山脈のふもとのリノス峠にある飛行訓練所と呼ばれる場所です。ほう。そこにはリトの戦士たちが空中戦の練習をする場所。なるほど。おそらく夫はメドウとの戦いに万全を期するため武器を調達しに行ったのでしょう。ほほー。そういえば今回夫は歩いて訓練所に向かいました。歩いていけんやん。歩いていくんやん。普段ならあのリーバル広場から飛行訓練所へと飛び立つのですが、うん、今は空高く飛ぶとあのメドウに撃たれますからね。はいはいはい、言ってたね。リーバル広場はリトの英傑リーバル様からその名前をいただいた憩いの場、うん、あの忌まわしき日のことが忘れ去られないように。うん。あ、リンクがまた思い出しそうやで。あら、うん、これは？せや、今の君にはとても真似のできない芸当だろう。上昇気流を発生させ空高く舞い上がる僕の技、空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技をもってすれば厄災ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手、つまりこの僕リーバルこそ厄災討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。なのに僕に与えられた役目は君の援護だ。君がその古臭い大麻の剣とやらの主ってだけで。愚の骨頂だよね。おや、怒ったのかい？それなら勝負と行こうじゃないか。場所はそうだな、あそこなんてどうだい？ごめんごめん、君は一人じゃあの神獣に行くことさえできないんだっけね。思い出したで。松江様。そらびっくりするな。あ、クワーってなってたもんな。何があったんや、うん、松江様どうされました？ごめんなさい、私がいろいろ言いすぎてしまったようですね。いやいや、そんなことないですよ。ありがとうございます。わからないことがありましたら私でよければ後で聞いてくださいね。さっきって言うんやな。手羽先のさっき。なるほどね、手羽と先。へー、あー素晴らしいカップルやと思います。カップルてか夫婦さんの、あ、ちょっと更新されたんで先から手羽の行方を聞いた。なかなかいいなこれ。オシャンティやな、うん、どうやら手羽は飛行訓練場に歩いて向かったらしい。ほう。飛行訓練場の場所を探し手羽を追いかけようと。ほうほうほう、うん、さっきムービーであったけどリーバルすげーいいキャラしてるよな。いいキャラしてたな。そうやんな、当時はやっぱリンクにちょっとライバル意識を持ってたと。うん、俺がゼルダ様の側近の騎士としてふさわしい、お前みたいなやつはあの空にも飛べへんと言われてて、うん、でちょっと気になったんやけど、うん、リンクマスターソード持ってましたな。持ってんかったよなこれ今。あのね、僕ちょっと忘れてたんですけど、うん、このゲームの大事なポイントとしてマスターソードをあのこのリンクの元に取り返すっていうのがありまして。何ひんやり、あ、ちょっと今乗ってんねん。今ちょっとスッてきた。いや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 、あ、どうもどうも。それをねちょっとまあ今後やりたいんやけど、うん、マスターソードを引き抜く、うん、台座から引き抜くには
確かね、ハートが10何個必要なの。あ、そうなんや。うん、で今見てもらったら分かるように7個しかないんで。よっしゃ。うん、ホコラを解放したり、あの神獣を解放すると、うん、ハートの器がゲットできるので、ほうほうほう、うん、もう少しハートが溜まってから取りに行こうかなと思います。はい。うん、まあまあとりあえずしばらくは、神獣バーメイド解放に向けて、うん、ゲーム実況を進めていきたいと思います。おいよ。はい、ほなほな今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。アーツパーン。